はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、右目が霞んでたんですけども、視力は出てるっていうね、まあ、こんなことってあるんですかね。まあ、あの先日の通院で、ね、眼科を受診した時にですね、まあ、毎回こう視力検査するんですけども、まあ、視力検査してる時は調子いいんですよ。あれ眼鏡ですかね、視力検査の時にこうつけ直すこの丸いやつでカチャン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 っていろんなもん入れるやつね。で、確かこの眼鏡はですね、いつ作ったかわからないんですけども、こう眼鏡はね、視力が変わらなかったらあんま作らないんですよね。まあ、でも新しいデザインがね、欲しくなったら作る人もいてるんですけど、まあ、壊れたりしなかったらね、なかなか作りに行かないですよね。皆さんどうなんでしょうね。あの眼鏡かけてる人よかったらコメント欄で教えてください。ほんでね、この先生の診察ではね、僕の目は乾燥でゴロゴロしてくる目の種類の目ですねって言われましたね。まあ、なので先日お伝えした通りですね、白い目薬と炎症を抑えてくれるステロイドの目薬とですね、まあ、保湿と涙液のね、この4つでね、ケアをね、引き続きやっていく方針です。まあ、気になってた花粉症とかはね、何も言われなかったですね。やはりこう骨髄移植のね、副作用からくる乾燥が原因だろうということです。まあこれだけ続いてるというかね、まあ、ちょうど1年経ってますからね、もっとか経ってますからね、まあ、症状は穏やかですけど、まあ長いですね。まあまだまだ付き合っていかなあかん感じになってますけども、まあ骨髄移植のね、他の副作用も出てくるので、まあそれはそれで仕方ないです。まあ、今回のね、目の僕の状態をね、見てですね、見てもらってですね、眼科を受診するペースがね、まあ、今まで1ヶ月半やったんですけども、次回はね、3週間後になりました。まあ、早い目にね、見てもらう方がね、僕としてはそれだけで安心したいんですけども、ペースが短くなってるということは、まあ、結構それだけのね、症状が出てるということなんでしょうかね。まあ、安心はしてはいけませんね。まあ、しっかりね、ケアをしていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。